さあ、ポケモンダイヤモンドパールのリメイクやっていきましょう。今回はアンノーンについてなんですけど、前回アンノーン無双動画投稿させていただきましたが、モーションがねアルファベットごとに違うということを知ってから全部集めてきたので、今回は一通り見ていきたいと思います。というわけで、まず最初の A のアンノーン、まあ非常にふわふわと浮かんでいるだけの至って普通って感じですかね。で、動き、これが攻撃する時のモーション、プルプル。目覚めるパワーしか技がないので、モーションもこれしかないと。うん。まあ、これがアンノーンのまず基本になってくるのでしょうか。次、B。これはなんというかあれだよね。こういう形のデザインのメガネとかグッズでありそう。動きは？これも割とプルプル系ですね。うん。ただ A ほど動きが、そう、A は V の字に動いてる感じですね。それに対して B は、まあ8の字系かな？こうしてみると。はい。にしてもこいつらが壁にね、埋まってじっとこちらを見てると考えたら怖いんですが、こうしてふわふわ浮いてる姿を見ると可愛げもあるもんですね。ただ、0.5 メートルっつったら50センチ、結構でけえのと、5キロ。重いな。結構平べったいらしいんですが、C、なんか、ぴょこっと出てる足みたいな部分で跳ねてる感じですね。こうしてみると。モーションは？おー、くる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 。視力検査。これも結構 IQ ありますね。瞳からはやる気を感じさせます。はい。では次。D、なんか音符みたいな形してるな。動きも独特でかなり個性的ですね。攻撃するときは、ほう、結構こいつら素材やっぱ柔らかいね。こうしてみると。目をつむってるアンノーンが見れますね。これはこれで可愛いのかもしれない。うん。ただ、アンノーンってアンノーンですからね。意味を考えると怖いですが。さてさて。では次、E。まあこれはもうわかりやすいですね。E です。動きは、おー、力強い。パワフルですね。その振動で上下がプルプルしてやるぜ。うん。もちもち惣菜。では次。これがね、基本的なアンノーンなんでしょうか。割とアンノーンで検索したらこの F が見かけるみたいですね。すごいね。ぶら下がってる感じで。どことなく手と足に見えなくもない。うん。ラッパみたいなね。では、動きと見ていきましょうか。おい。おー、優雅じゃねえの。こうしてみるとほんとバリエーションあるね。考えるのも大変だったろうに。これって、他の過去作とかでもそうだったのかな？うん。いや、ここまでなんか、滑らかじゃなかった気がするんだが。さあ、次は、G。これ、あれですよね。裁縫の時に使う糸通しのあれですよね。動きは、おー。くのところがピョーンってホッピングのように跳ねる感じか。うん。今のところ皆さんはどのアンノーン好みですか？私はまだ、こう、決めかねているんだが。エッチじゃん。さあ、動きは。おー、おー、すげえ。プルプル。おー、ありそうでなかったな。なるほど。こういう形のハンドルありそうよね。では次。おー、リズミカル、めっちゃ元気に跳ねますね。これもありそうでなかった動きだ。さあ。普通ですね。まあ、割とイメージできる感じの。シンプルイズベスト。そして次、J。これもわかりやすいですね。見るからに J です。動き。おー、下の傘の持つところみたいなところでクイッと。うわっと行くわけですね。うん、デザインに恵まれてるな。火力がありそうだ。そして、K です。なんか顔に見えなくもないやつ。鑑定例だっけ？はい。では。これ普通だな。割とありそうな。愛とあんま変わらんかな、こうしてみると。実は一緒のやつがあったりしてな。こんだけいると、わからなくなりますが。ですが、愛とは跳ね方が違いますね。で、A と似てるけど、A よりもテンポよくね。
ここで突然ですが A を見てみる。戻すの大変なんだが、アズマ王は、アズマ王は違う。引っ込んでろ。うん。やっぱ A よりテンポアップですね、こうしてみると。で、A が、ほら、砂時計を横に傾けた動きしてるのに対して、K は、うん。こっちこそ V の字って感じか。なるほどね。はい。L。体の方が動いてる感じでしょうか。では、動きを。こいつ結構動かないタイプの安納みたいですね。下の L の部分はほとんど動かず、上半身だけで動いています。下半身も使いましょう。M です。はい。で、なんか昔のゲームボーイアドバンスのワイヤレスアダプタに形が似ていると言われたら以後それにしか見えなくなっちまったぜ。で、意外となかった正面を見据えてただ跳ねるだけという極めて普通の動き。おお、有効活用してんな、デザインを。両端を支えにして真ん中のところでプルプル攻撃すると。では次。N です。まあ、一瞬 Z に見えなくもないかもしれないが、まあ、動き的にギリギリ N で捉えられるかな。うん。では、動き。おお、回ったらもう完全に Z にしか見えないぜ、これ。登場時も攻撃モーションに出てくるんで、ちょっと誤解を生むデザインかもしれないな。めっちゃ回るね。そういえばここまで回転ゼロか。こいつは回るみたいですね。そして、おー。まあ、どう見てもですね。ハンドルコンですね。マリオカートの。では、動き。通常時に比べて、こっちのモーションは、なんていうか、素直ですけど、まあ、割とプルってますね。はい。そして、なんでそうなんですよ。私、色違いの案を手に入れたんですよ。その時の映像をご用意しています。ちょうど別芸の話題してたんですけどね。その時に出てきて。では、映像の方、どうぞ。まあ、アイリスをカウントに、嘘だろおい、マジかよ。ちょっと待って、スクショ撮れ、スクショ、お前らスクショ撮れ。ちょっと待って、やべえの来たって。やばいんだけど、やべえんだけどこれ。ついに来た、おい。しゃ。と、まあこんな感じでした。はい。まあ色違いの出会いってのは突然だよな。うん。皆さんも、ボールは1を持っておいた方がいいぜ。では次、P。これもわかりやすいですね。クイックイッと。2段階の変則ムーブみたいな感じでしょうか。鳴き声はいいとして、動きだな。おー。結構アグレッシブですね、P 君は。やるね。さあ、Q です。鍵みたいなデザインですが、これも今までにない。クルリン、クイックイックイックルリンという感じの動きです。結構こいつ好きかも。うん。通常時の動きが非常にわかりやすいですからね。僕結構好き。そして、Q ですね。え ?Q? あれちょっと待って。違う、Q。あ、R だ、R だ。びっくりした。うん。これ R なんですよ。この辺ちょっと僕はまだややこしいな。ギリギリ。はい。まあ、パッと見 P に見えなくもないし、この斜め下に伸びるそれが Q に見えなくもない。そして動きは?これは割と普通かな?ただ、棒のところで一旦弾んでからプルリ出してる感じでしょうか。はい。そして、S です。で、これな、動きがな、なんか、おそ松くん、およびおそ松さんにおける、シーに一瞬見えてしまってからなんかそれにしか見えなくなってしまいましたね。まあ力強さを感じますな。はい。でこいつも回転形式なんでぼーっとしてたら N とかに見えなくもないかもしれませんね。はい。では次、もうどう見ても T ですね。これケトルですよ。ケトルチース。おお、そうきたか。逆上がりですよ。この安納は全個体で唯一逆上がりができる個体ですね。はい。こういうのいいね。やっぱ
形を生かしたムーブはいいもんですね。はい。で、次は U です。はい。皆さんのご家庭にもこんな形のハンガーあるんじゃないでしょうか。では、動き。まあ、個性的な動きの割にはこれは普通かな。うん。軸で回転できそうなので惜しい気もしますが、まあ、それは今後の課題ということになるかな。では、次。V か、これ。マジか。よくわからんな。動きは現状控えめですが。うおー、ひねったー。こうきたか。ひねれる個体はこれまでいませんでしたね。なるほど。まあ、これと B を併用してお相手に揺さぶりをかける戦法が、ダイバーリメイク対戦環境では流行るかもしれません。では次、草ですね。どう見ても草生やしてますね、これ。はい。まあ、波平さんのごとく3本の気高き魂が見えますが、動き。おー。なんかシャンデラに見えてきたぞ。うん。こいつがダイバーにおけるシャンデラだな。おう。頼むぜ、効果力。違う。突然のアズマをやめろ。スティックガマなんです。許してください。そして、非常にわかりやすい X。動画で出てたのはこいつだったっけかな、無双したのは。では、動き。おー、滑らかな回転ですよ。ベイブレイド。なんかコラボで出てきそうですが、多分、へし折れるだろうね。実際こういうなんか、4方向からちょこっと出てるような、あの、形のベイブレードって実在するんですよ。うん。最近まではあんまねえかな。やっぱ、壊れたりすると危ないですからね。さあ、バイ。いやん、いやん、いやん、いやん。いやー、魅惑の腰振りっていうのはこういうことを言うんだね。こいつも動画で活躍した個体。まあ、攻撃モーションというよりやっぱりこの、ね、すごいなんか人生楽しそうな感じがして素晴らしいです。はい。では最後。Z ですね。ちょっとわかりづらいか。私は最初誤解しましたね、これ。では、動きを見ていきましょう。今回の動画だけで、では動きをって何回言ったんだろうな。最低でも26回は言ってると思うんだよね。うん。おー、勢いのある回転だ。X なんてもう介護感ですよ、これ。これこそがまさにベイブレードの回転よ。ちなみに、ベイブレードの形っていうのはガチでこんな感じですね。この、なんていうの、引っ掛けるところみたいなのが、左右対称および3方向についてる感じのな。うん。どことなくベイブレードをやったことがある人は想像してしまうのではないかと。そして、これが後々追加された、びっくりのアンノーンですね。このアンノーンを手に入れるためには、まあ、ゴニョゴニョしなければならないんですが、まあ言ってしまっても大丈夫か。結局、アルファベット全種類ゲットしないと、このびっくりのアンノーンはゲットできないんですよ。はい。そしてこの後に続く、もう一つのアンノーンね。特徴としては、自透明。今までにない感じですね。そして、ぴょんぴょん跳ねるにしても、少しだけひねり、高度がある感じですね。おー、くるりん、パーパーまあこんな目をしていますが、やる気は十分といったところでしょうか。では最後、ハテナマークの安納。なんかハテナの演出出るときもこんな感じでふわふわ動きますよね。そういう意味ではこれは一体何なんだろうな。結局動き普通ですね。まあこのアルファベットだけでも意味わかんなかったのに、びっくりとハテナが出てくることによって、より一層こいつの存在がわからなくなってくるんですよね。うん。何を表現しているのか。これはアンノーン自身が、もともと、まあこういう形を持っていたのか。それともアンノーンが、まあ、このテレパシーとかの、うんたらかんたらから始まった意思疎通の一種なのか。なんか考えると頭が割れそうな感じするのでね。怖いし。はい。まあ、アンノーンはこんだけ動きが、お前は違う、座ってろ。まあ、あれですよ。いろいろあって、可愛いなってことで、今回の動画はシンプルに以上で終わりたいと思います。皆さんもぜひね、やっぱこの図鑑じゃなくて、現地で見ると印象変わるんで、ズイタウン寄った時には、ぜひアンノーンをよろしくお願いします。不気味かもしれないけど、いざ見てみると可愛いもんですよ。ありがとうございました。